プール授業の後転売うわっ困っためちゃめちゃ困ったうん俺結構さあのドライヤーでしっかり乾かさないと本当にこうなっちゃうのこうやってこうなっちゃうんだよ普段だからねあの…プールのど困ったわ毎回プールの授業はあのなんか先生お腹が痛いですっつって見学したわね中学ぐらいの時はてか 高校の時は一回もプール入ってないんだよね、俺、そうだ。プールの時期の時は素晴らしさは。<laughs> めんどくせえつって。てか、よかった。俺、高校さ、本当によかったのが、阿波高校ってさ、落第がないんですよ。どんなに遅刻しようが、どんなに、あのー、赤点取ろうが、留年するシステムがなかったの。そう。進学校で、あのー、いろいろ大学とか出さないといけない学校だったんだけど、 なんかそれをしないいっていうやつだったんだだよねそ<う>だからいけなかったでしょ、俺、マジで。だからいけなかった。くっそ、そ楽しかったな、ほん <laughs> 学校をサボってマ、立山の駅前のマックでさ、今はねえけど、ハンバーガーね、1個、あのー、100円だったの、100円のハンバーガー買ってさ、それ食いながらさ、スバロでキングオブやる生活が、マジで楽しかった。 で、1週間くらい学校行かないで、あの、その次、翌週に学校行ったら、全然わかんねえの。なんだーって。微分あんた、微分ってみたいな感じで。あれ、つらかったな、ほんと。<う>親に連絡親に連絡とかも行かない。全く行かない。そう、ま、全く行かない、ね。まあ、義務教育じゃないからだろうな、きっとな。え、高校で親に連絡行かなくない行かないよね。高校で 親に連絡って行かなくないえ、違う違う、一日二日だったら行かなくないあ、今は行くんだ。俺の時、全然なかったけどな。全くもって。そう。え、超、あれだって、じゃあ俺、幸せだったな。あの、一限だけ出て、あ、もうめんどくせえや、すまくべ、つって、二限三限駅までチャリンコ来いで、ゲーセン行って、ああ、まあ、午後はちょっとみんなと会いてえから、また午後からかっこよくみたいな感じで。行ってたから、昔は寄るかったんだな。すげえ。 そこはね、困ったことなかったわ。通知表だけがさ、嘘つかなきゃいけないからっていうのがまああったけど、欠席は全然大変だったな。で、もう大学はもう絶対行けないから、あのー、ね、勉強ができないから、まじ適当な偏差値38いの専門学校行って、とりあえず国家試験取って、まあ手に職受けやいいだろう、つって今に至るって感じなんだけど、そう、そういう選択もあります。はい、もし面倒くさかったら。はい でもね俺のさあの高校の俺の友達で大学行ったやつの確かにね、まあ、NHK で働いたりとかしてるとかまあ、あのー、大手で働いてるっていう人もいるんだけどでも結局大学行ってもあ今38で何してるかっていうと、まあ、1人はタクシーの運転手1人はあのー。 ビレッジバンカーと。<laughs> まあ、で、辞めて、5年ぐらいで辞めて、で、今、不動産屋で働いたりとか、うん。あと、ワールドポーターズの服売ったりとか、そう、うん。いや、俺だからね、あの、その時に、あの、みんなと5年後ぐらいにさ、あの、卒業して5年ぐらいあった時に、やっぱね、あの、なんだろうね、あの、 当時は言われた。資格羨ましいな、つって。資格ねえとめんどくせえや、転職が、つって。転職がめんどくせえってやっぱ、あの、やめてって時に。でもさ、大学、じゃあ俺、じゃ俺でもね、大学行ってさ、タクシーの運転ってちょっともったいなくないだって高卒でもよくないタクシーの運転だったら。っていうちょっと話なんだよな。そう。そこだけなんかちょっと、なんかリンクしたいな、と思って。そうでもないもったいなくはないあ、ほんと だからなんかそこだけちょっとね、なんか引っかかってたんだよね。そう。今からでもいいから大学行ってみたらどうだ。あるよね。あれさ、何の意味があるんだろう。俺ちょっと逆に知りたいんだけど、たまに芸能人とかでさ、なんか40から50から大学行きましたとかっていう人いるけど、あれあれってれど、どういう目的で行くんだろう。まあ別に勉強をしたいとかっていうのは一つの目的か。俺別に勉強したくねえから、じゃあいいわ。 うん、じゃあいいわ。N 校行け。こう、こう、こう行くの。こう今から。論文、田村、あ、そう、田村行ってんだ。田村って誰だっけどっちだっけ金髪、赤い方だっけ分かんねいどっちか分かんねいや。田村は両方。あ、両方、田村か。分かんねい。あれし <laughs> とどっちだっけもう一人。分かんねえ。亮か。亮があれか。 席食堂出てるのが寮だ目的なんすよ、本当に、マジで。大学行く目的がなかったら別に行く必要ねえんだよな。あの、なんとなくでも別にいいけどね。俺、俺なんかそ,そうだったからな。<laughs> ただまあ、あれは行きたかったな。サークルやってみたかったけどな、マジで。サークルってどんな感じなのあの、とりあえず、あのチャララって運動して、あれなの飲み会ウェイみたいな感じなのサークルやってみて。 マジでそんなことない。サークルして、っていうか、あの、なんかその同性の人がマジでいなかったから、そこだけ見てみて、同性っていうか、まあの、同い年か。同い年の人がマジいなかったから。天狗ちゃんとかヨッちゃんは、あのー、同じ、えー、地域の、まあ、学生だったんだけど、あれだったんだよね。昼間の学校だったから、あの、 同い年の友達がいっぱいいたんですよ。そう。純一は、あの、同じ地域じゃなかったから、あの、俺、あの、江戸川区に住んでたんだたけど、純一はあの、別だったから、電車で1時間ぐらいあったかな、確か。1時間もかかんないか。ドアとドアで1時間ぐらいか。そうだったから、つ、遊んでたっつっても月に1、2ぐらいだったんだよな、そう。 天狗ちゃんとかよっちゃんとかさ、モテたからさ、本当、うん、すぐ彼女できて、もう今からストツ、ストツーやろうぜ、一緒に。って悪い、今さ、あれだわ、って。キャバ嬢とあの、付き合っちまってさ、今からディズニーランドや、みたいな。そうか、みたいな感じがあったんだよ。いや、俺本当にモテなかったね。本当にモテないの。本当にモテない。うん。だ今でもわかるでしょキャバ嬢じゃなくて、えっと、風俗嬢にさ、 50分多分皆さんはもしかしたらじゃあどうしますあの、レイトン90、ヤブモールさん、ゴジゴジゴリさん、パルスイさん、やってくださいよって時に、そんなことよりも、チンポコン舐めてくれってさ、言えないんだよね、俺なんか、そう。早く舐めてって言えないんだよね。人に、人に興味がないわけじゃないんだよな。なんかね、引っ込みじゃんだった、マジで、ほんと。 なんかね、女の子と、きん、女の子と話すと緊張しちゃうよ、今も。そこが難点マジで難点で、目が、目を見て話せないから、昔言われた方が、ね、なんて胸見てんのいや、俺胸見てるわけじゃないって。首見てたんだけど、目が見れないから、なんか、ね、胸見るとやめてくれないみたいな感じで。いや違うんだよな、つって、そう。で、働くようになってからマジで変わった。働くようになってからは、マジで変わった。ほんと。 いろんな人たちともう話さないといけないから、そっからはもう変わったけど、高校専門自体は女の人と話すのがマジで苦手だった。あとは、漫画がすごく、マガニーが好きすぎて、あの、一時期、めちゃくちゃ膣内射精障害が起きて、自信をなくした時もあった。マガニーが本当に小学校やってっから、本当に膣内射精障害があって、マジできつかった。 一回前も言ったけどさ、出張中の飲み会の,あの対面の掘りごたつで、足をさ、目の前にこうやって立ててさ、俺の足をこうやって絡んできた、あのね、38歳の、俺当時30じゃないな、28歳。あの、向こうが38歳の10個差だったんだけど、あのね、あの人とんでもなかったな、そう。とんでもなかった。 洗脳された僕があなたともっと飲みたいですえー、また明日にします。じゃあ、せめて抱きしめさせてもらっていいですか今日の,あの出会いを感謝にしてって。ああ、そのくらいだったらいいよって。くそ抜いた、その後クソ <laughs> 美人だった。そんな僕も今38位ですか